さらばたたぎゃはんなまんなのうきゃろうみ。おう、これは渋沢を。よくおいでくださいました。さあさあ、どうぞこちらへ。オンバゾロチュッタ、オンバゾロチュッタ、オンバゾロチュッタ、うん。中国の地層学では地の流と呼ばれる大地の持つ霊力の流れにございます。ランランラン。おお。ノボバギャバテハジャハラミタエイオンキリジシリシロダビシャエイシバラ。ノボバギャバテハラジャハラミタエイオンキリジシリシロダビシャエイシバラ。ノボバギャバテハラジャハラミタエイオンキリジシリシロダビシャエイシバラ。申すまでもなく、帝都東京は江戸の昔から呪われ続けてきた我が国の巨大な霊場であります。今のもその霊の仕業だというのかね。さよ。しかし今のは力弱き邪霊に過ぎませぬ。この帝都を走る地脈はすべからく一点を貫いている。まさかどの首塚。まさかど。まさかどが怨霊として千年の眠りから目覚めるとき、帝都は巨大な墓場と化しましょう。今まさにそのまさかどを目覚めさせ、帝都を破壊せんとする者がいる。それで私にどうしろというのかな。渋沢を、あなたが秘密裏に進めておられる東京改造計画が近々実行に移されると聞きました。その東京改造計画にぜひとも我が土御門一門をお加えいただきたい。霊的な改造なくしては真の帝都改造はありえませんぞ。霊的な改造。今年の花見はやけに寂しかったね。この時期によ繰り咲く桜もあるやがってよ。一体この明治の夜中どうなっちまったのかね。おい、それよ、まさかど様の首遣いだ。雷が起こったってよ。おい、雷、うん、どのぐらいの雷だい。このぐらいの。おめえはバカか。大福じゃねえんだよ。バカ。嫌なことが起こりそうな気がするね。バカだな。おい、なあ。
露伴さん、あんたの書いた一国の人も顔負けだね。おお、未来の帝都。やれどどんどんどん空高く大砲祝砲なり響く。郷田先生と森軍医も来ているはずなんだが、お前が遅いからはぐれちまったんだぞ。大蔵省の仕事はそんなに忙しいのか。来週からな、大蔵省を離れてある計画に配属されることになったんだ。まあどういう内容かは教えてもらってないんだが、日曜も返上するつもりでいろと脅かされたよ。お前は俺と違って仕事が生きがいの男だからな。兄弟二人きりなんだ。ゆかりさんだけは大事にしてやれよ。渡辺綱渡し上がり、小塚にかけた手をほどき、いざ帰らんとてその時に一点にわかにかくつもり、児童雷道すさまじ、辺りを闇を包み込む。さあこっからだよ、鬼が来るぞ。ゆかり。お兄様。ゆかりさん、こんにちは。成田さん、行こうか。さあお兄様、ご先祖様に手を合わせて。加藤に向けて打っておいた式神が逆に式神返しにあって送り返されてきた。これで加藤は自由に自分の式を打てるようになった。加藤は来るんだな。間違いなく。誰だ？加藤の外道院、ドーマンセーマン。死境で
オーバギャバテハラジャハラミタイ。地獄の鬼めか。ゆかり、鬼に貶められて血を汚し、正門公を目覚めさせる前に兄と共に彼女死ね。狂ったか辰巳や。お兄様、お前に代わってこの腕がその地に流れる怨念を晴らしてやる。加藤待て。ゆかり、辰巳役、すまん。ゆかりさんは必ず我々の手で。私たちの血によって引き起こされる大事は私たち自身の手で阻みます。ウンキリキリバザラウンハッタ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 ウンキリキリ。ボクサーか。ウンキリキリバザラウンハッタ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 。オンキリキリバザラウンハッタ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 。チラチラそばかと元本人身体へ未人即滅と打ち詰める。バザラ、霊よ、古代の霊よ。我は汝の血を引く最も優れた者をよりわらとして選んだ。汝はまさかどか、世に怨霊と呼ばれる地霊なのか。
大なる正門の霊よ。いでよ。高台の陰陽師縁の渦ぬ阿部の生命らの末裔、我は問う。何時はまさかとか。あれはまさかとなり、我は何時の意志を継ぎ、この愚かなる民によって築かれた汚れた都市を神聖なる大地に戻さんとする者。目覚めよ正門、目覚めてこの加藤と共に憎き帝都を破壊せしめよ。我を起こすな、我を起こすな。我を崇めよ。我が墓を犯すべからず。地を飛ばしてこの地を探ったか。行くぞ。その女にはすでに炎王の呪法を仕掛けてある。捨てて行け。までもなく相馬の氏神を守る。相馬の血縁は遠く関東の相馬家につながり、ご先祖に正門公をいただく。稽古、いずれ召される時が来よう。それまで修験に励むがよいぞ。無礼なこと。過去800年間歴道を守り、日本の吉凶を占ってきた我らが慎み門一門に対する明らかなる侮辱だ。撤回したまえ今の言葉を。何が霊的だ、怨霊だ。あなた方はすでに過去の異物でしかないことを自覚すべきだ。貴様。工藤君、ここは君の属する陸軍参謀本部ではないのだよ。軍人風を吹かすのはやめたまえ。この東京
問わず一の商業都市にすることが私の生涯の夢です。人をして世界に恥じぬ便宜と機能を有する国家の中枢に改造しなければならんと私は思っている。しかし機能と便宜だけでは完全な都市とは言えん。なぜならば人間と同じように都市にも徳というものがいる。あらゆる地層を方位から見て徳のある地層の都、つまり神と自然とに祝福される帝都こそが完全な都市と言えると私は思う。江戸の昔から東京は我が国最大の霊場でもありました。その霊場を地層方位的に吉層に転ずるように抑えてきたからこそこの地は栄えてきたのです。その吉層が現在行われている無差別な道路拡張や破壊によって狂い始めてきております。いや、このままでは帝都に眠る巨大な怨霊を呼び覚ますことにもなりかねませんぞ。よまいごと。渋沢を、私は東京改造計画を現実的かつ軍事的見地から述べさせていただきたい。男爵のお説はごもっともでありますが、我が国は世界最強の国家への道を歩もうとしている今、軍事的見地による首都改造こそ急務であることをお分かりいただきたい。帝都防衛の観点から見た場合、我が東京の境界線はむやみに外へ広げない方がよろしい。まあ、基本的には旧江戸の守備区と呼ばれた地域、すなわち東は新宿から品川まで、北は豊島から本郷駒込、その境に防火壁を兼ねたレンガ造りの頑丈な高層炉を並べるのです。そして帝都内の建物は全てレンガ造りとし、さらに陸軍としては各高層炉の屋上に衛舎と砲台を備えたい。これで防衛上は完璧な帝都となるはずであります。私は物理学の見地から高層都市計画には反対をいたします。なぜだ。東京の地盤が極めて地震に弱いからです。まるで豆腐の上に高い櫓を建てるようなもので、4階以上の高層楼などは大地震が来たらひとたまりもありません。バカな。高層都市よりももっと完璧な都市を作るとして、あなたの考えを聞かせ願いたい。
皆さんが大いに驚かれるのを覚悟でお答えしましょう。大地震に耐えうる地下都市です。地下こりゃいい水を。Rum, rum, rum. せいせといでたもう三毒の虫、おんまかあれんだらやそわか、おんまかあれんだらやそわか。ゆかりさんを苦しめていた加藤の孤独だ。森軍医、これで母体の安全は図られた。うん。それでは明日にでも早速処置しましょう。平井さん、加藤はゆかりさんを使って何をしようとしたんだ。正門の血を引くゆかりさんは最高の寄りわらと言える。彼女を寄りわらに正門を怨霊として目覚めさせ、おそらく帝都全土の破壊を。帝都全土の破壊？加藤は強い。何かとてつもなく大きな力があの邪悪な男を支えているようだ。私は勝てぬかもしれぬ。しかし土御門の秘術の限りを尽くしてやってみましょう。おい寺田、まず行くぞ。天才はいつの世でも分かってもらえないんだ。今に時代が俺に追いつくさ。それまでは眠ってるよ。
私は好奇心で魔術や陰陽道などをあなたから伺ってきましたが、自分の好みでそいつを味わうまでは、いやあれほど凄まじいものだとは正直思ってもみませんでしたよ。甲田さん、本当に恐ろしいのはこれからですよ。鬼門遁甲八神の図、土御門家に伝わる秘伝書の一冊です。あとはすべて これから先、このような陰陽術や牧戦などは必要とされぬ時代が来るのでしょうな。皮肉なことに、あの加藤という男が我々最後の生き残りになるやもしれん。平井さん、あんた、甲田さん、明日の朝必ず道場においでください。お伝えしなければならぬことがある。土御門家総帥平井康政、一命をかけて問わん。帝都破壊の時を教えたまえ。犬の年なり。あれ、明治大帝のおそばに行かん。誰だ。土御門流、一命をかけてもこれ式の占いか。教えてやろう、帝都破壊の年を。お前たちの時代は終わった。俺は今より大連に渡る。地の竜を狩るのだ。無論は式は加藤康則。
敗したらしい。しかし…お姉様…辰巳屋君、君は東京改造計画などにうつつを抜かして、最近ではめったに家にも帰ってこんていうじゃないか。平井さんが一命をかけて残してくれた予言で、帝都破壊の日は亥の年亥の月亥の日、すなわち大正12年9月1日と分かった。君はあの時言ってくれたじゃないか、来るべき大事は自分自身の手で阻むと。辰巳屋君、力を貸してくれ。私と一緒に加藤と戦ってくれ。私には戦えません。辰巳屋君、失礼します。オンシロダービジャエイソワカ、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 オンシロダービジャエイソワカ。平井さん、とうとう亥の年だ。この声が届くなら私たちを守ってくれ。この新日本橋には指紋を守る聖獣の麒麟を設けなさるおつもりですな。いや、これは失礼。私、黒田重丸という風水師です。風水師？さよう。風水とは中国の地層占学。簡単に言いますとね、地べたの人相見といったところでしょうか。あなたが辰巳屋さんですね。帝都の鬼門にことごとく聖獣の守護像を配置されている人物。何のことでしょうか。この指紋で一体誰からこの帝都を守ろうとしておられるんですか。いや、このところ地脈に妙な動きを感じますんでね。あなたならもしや何かご存じないかと。失礼します。白紙郎、はい教授。はい、ご苦労さん。やっぱりだ。今日もこの東京だけがかすかだが地震を記録したよ。どうやら12っちゅうのは東京の強数のようだな。ああ、正確に12日周期繰り返してるよ。
イノシシだよ、イノシシ。十人ちごとってことは、みんな胃の日なんだよ。9月1日、胃の日。作為的な力が働いてるとしか思えんな。加藤。しかし、人為的に地震を起こすことなどできるんですか？地震の共振現象だよ。地震の共振現象。お前それでよく卒業できたね。俺が教えただろ。尋常小学校の音叉の実験と同じだろうが。いいか、こっちの音叉を鳴らせば共振してこっちの音叉も鳴り出す。だからこっちの音叉を一定期間鳴らし続ければこっちの振動は2倍、3倍にもなっていくんだよ。ありがとうございました。お伺いした甲斐がありました。こっちの音叉が東京なら、もう一方はどこなんですか？こっちが東京ならば、こっちは同じ地層上にある大連に決まっとるじゃないか。龙尾放开，记住这个冷静，地龙尾把脚痕换到有氧的中心，把脚门紧紧的锁住。不思議な小屋。鬼が帰ってきた。生徒の指紋のつもりか。
いの年、いの月、いの日、加藤は必ず来る。八神の図土見門か。善死神ども、郷田さん、私はもう何も怖くない。しかし一つだけ気がかりなことがあります。教えていただけませんか。ゆかりさんのこと、あの日で会わせていただけないあの人のことを。注文か。立ちふさがるは幻、見えざればなきに等し、目指すは生命派。ゆかりさんはな、10年前加藤にかどわかされた時、子供をはらまされたんだ。鳴滝君、私も桜海軍医も全力を挙げた。しかし我らの子はそうせず、ゆかりさんは女の子を出産した。バカな、加藤の子、ゆかりさんがはらんだなんて。八神の図、貴様だったか。今度こそ逃がさん。人を傷つけるのは性に合わんが、貴様だけは例外だ。
龍が目覚めた。地脈が動き出したぞ。我らの勝ちだ。龍よ、暴れろ。まさかどう眠りから呼び覚ませ。帝都は美しき袴と化すのだ。お前には一足先に墓場への引導を渡してやろう。なぜだ、なぜ将門は目覚めぬ。
城間は将門公の使者じゃ。稽古、お前は将門公に召されたぞ。今宵戒を執り行え、将門公の眠りを妨げようとする大敵と将門公に代わって死をすべき者を占い、天の声を聞くのじゃ。はい。お前の使命は将門公を目覚めさせぬことにある。決して忘れるでないぞ。阿弥陀運慶、阿弥陀運慶、阿弥陀運慶。オンバロダヤスワカ、我が守護すべきもの、将門公の血を引くもの、我が恩敵、土御門。おもかげ神社の宮司の娘、目方恵子よ。俺を占う係で、俺はお前の存在を知ってしまったぞ。何者？教えてやろう。我が名は加藤康則。加藤康則。いずれお前は俺の妻となろう。我が夫となるは将門公の血を引く者です。我こそが帝都に深い恨みを持つ将門の誠の意志を継ぐ者ぞ。嘘です。我が恩敵加藤康則、恐ろしいのは地震とともに起きる火災と熱風だな。火炎で熱せられたレンガは町を巨大な暖炉に変えてしまう。災害に打ち勝つ防災都市を再建しなければ。帝大実験物理学教室の寺田虎彦博士とお見受けします。いかにもそうですが、あなたは？私、東京地下鉄道の早川乗り継ぐと申します。え、今何とおっしゃいました？東京地下鉄道と申しました。地下鉄道というのは、あのロンドンにあるような？はい、私はそのような地下鉄道を次なる都市交通としてこの帝都に闘争としておるものです。奇遇にして同感です。いや、実はあの自分も地下の開発こそが
将来の都市計画の根幹であると考えておるのですよ。これ存じております。それで地下鉄道についてもぜひ博士のお考えをお聞きしたく、こうして出向いてまいったような次第でございます。ようやく私の話を聞く気になられましたか。今度の震災で東京は見事なほどに壊れましたな。新しい帝都を建造するのに壊す手間が省けたと喜んでる者もいるんじゃないでしょうか。博士、どうぞ。大田先生。君か。勝てなかったよ。早すぎる。どうも早すぎるよ、この時代というものの移り変わりは。いろんなことが起こりすぎる。辰宮君、加藤の帝都破壊の夢はこれで終わったと思うかね。確かに今度の大震災でたくさんの人間が死に、たくさんの建物が崩壊した。しかしそれで全てが滅びたわけではない。生き残った者たちの手で帝都はすぐに今まで以上の近代都市として復興するだろう。だがそれは一体誰のためのものなんだ。時代だけが流れて日本人はその中で溺れてしまいはしないか。今考えていたんだ。平井さんの言った加藤を支える大きな力とは、この私のように溺れてしまった人間たちのやりきれぬ思いなんじゃないかとね。辰宮君、加藤は再び現れるよ。次に加藤が現れた時は、その時は頼むよ辰宮君。寺田博士。おお、早川さん、どうですか工事の方は。そのお元気そうなお顔によると順調のようですな。いや、それは、いや、それが実はとんでもないことが起こりまして、博士がここにいらっしゃると聞いて駆けつけてまいった次第なんですが。とんでもないことね。はい。それは一体何。それがさ、どうもこの口で説明してもとても信じてはいただけないようなことで、
博士、お忙しいと存じますが、明日にでもご足労願えないでしょうか。明日は大学の講義。ただならぬことのようですな。わかりました。なんとかしましょう。感謝いたします。三点。そうだ、早川さん。はい。ちょっとあなたに紹介しようと思った人物がいるんですよ。おう、どうぞ。ああ、どうぞ。おい、コさん。おおー、こりゃ寺田先生、また下手の横好きですか。実に見事ですな。本当にこの膨大な調査結果をですね、私ども東京地下鉄道にお貸しいただけるんでしょうか。私が調べたところによりますと、市電は年々混雑が激しく、しかも運転速度が遅くなってきております。次なる帝都交通を担う地下鉄道に私の講義学がお役に立つんでしたら、なんぼでもお使いください。講義学とは、都市文化の風俗を量的に測定し、もって流行現象を物的に究明する、これは新しい学問なんですよ。そうですな、コンさん。まあ、一言で言うとそういうことになりますかな。風俗の物理学、これすなわち光源学と言えるでしょうな。もし何か。はい。失礼ながら、あなたの歩くお姿に強い霊気を感じましたもんで。加藤の手のものですね。いやいや、そのようなものではない。私は黒田重丸という地層風水を見る風水師だ。これは失礼をいたしました。お許しを。お待ちを。まだ何か。このところ地脈に邪気を感じますんでな。これはどうも誰かが再び地の竜を操ろうとしておるらしい。そこで私は二宮金次郎先生のお姿を借りた地流封じの要石を置いて、地脈の霊流をたどり、自然律を狂わす犯人を探し出そうとしておるのです。万が一それが加藤の手のものなれば、その居所をどこにお知らせすればよろしいかな。
神田明神は昨日辰巳明まで。辰巳屋、あなたもしや辰巳屋陽一郎氏の主人をご存知なのですか。私がお会いした時、あの方は帝都の鬼門に聖獣を拝し、人知れずこの町を何者からか守ろうとしておられた。そうですか。私は辰巳屋の妻で恵子と申します。黒田様、もしその人物が加藤であるなら、くれぐれもお気をつけなさいませ。その男は恐るべき妖術を使います。ご忠告かたじけない。早川さんはお残りください。私は行こう。ここから先は危険です。現場監督では私の指示に従ってください。この一点を貫通するだけというときに、まさかこんなものに工事を邪魔されようとは。昭和の新時代に鬼が出るなどと誰に信じてもらいましょう。この傷は互いにかきむしり合ってできたものでしょう。集団幻覚ですな。集団幻覚？そんなバカな。鬼を目撃した候補はもう数十人に及んでいます。それに鉄砲隊が何匹もの鬼を撃ち殺しているんですぞ。ハウスだってご覧になっているじゃありませんか。見えるものが全て、存在するものとは限りませんからな。しかしそれでは伺いますが、鬼の死骸はありますか。まあ原因が鬼であれ集団幻覚であれ、工事進行上の難問であることには変わりはありませんがね。博士、何か策はありませんかね。このままだと年末の開通にはとても間に合いそうもありません。人間だからこそ幻覚を見たり鬼に襲われたりするんですよ。つまり人間ではない人間を使うのです。人間でない人間？人造人間です。人造人間。ああ、そこへおいでなさるご神像さん、ちょいとちょいとお待ちなさい。旦那さん、辻浦かしら。まあそんなところでもあり、そんなところでもなしっていうところかな。
ただこうして人の運勢を見るのが私の道楽っていうものでね。おお、あんた観音力をお持ちだね。観音力？ああ、この世の大なる超自然力だよ。一つは恐るべき鬼神力、一つは絶大なる加護の観音力。どちらも生身の人間なんざ歯が立たない。あんたにはその観音力が見える。あんた近いうちに鬼に出くわすよ。鬼ですって？そいつはよっぽど強い鬼神力の持ち主らしいね。あんたその鬼を知ってるね。旦那さんに隠しても始まりませんでしょう。そのまだ出会わぬ鬼はいずれ一命をかけてでも対決せねばならぬ相手。奥さん、そいつをあんまり憎んじゃいけませんよ。いや、何その憎むっていうことはそれだけ情が動くっていうことですからね。情が動けば心が揺れて、するとその心を鬼が食っちまわないかと、それがちょいと心配でね。恵子。あなた、お言葉しっかり胸にしまっておきます。あなた、明日の日曜日ゆかりさんがゆきこちゃんを銀座に連れて行きたいと言われましてね。明日はゆきこの誕生日だからな。あなたにもご一緒していただけませんかって。私は明日も仕事がある。それに鳴滝を見送りに行ってやらんといかんのだ。明日田舎に帰るらしい。思い出のいっぱい詰まったこの東京から逃げ出すんだと手紙に書いてよこしてきたよ。
転車1台ナストリ、あ、見ろこのスリーセンス1つ、やめろってばおめえ、スティッキー1つ、花柄の傘1つ、なんだビーあいつ、違う違う津賀、奥さんですね。恵子と申します。鳴滝、立ち話もなんだ、よかったらみんなでお茶でも飲まんか。いや、いい、俺はこのまま田舎に帰る。ゆかに会わなくていいのか。辰巳や、ゆかりさんを頼むぞ。俺のこの手でゆかりさんを守ってやりたいが、俺には守る術がない。本当にゆかりさんを守れるのは辰巳や、お前だけなんだぞ。それを忘れるな。それでは失礼します。
目方恵子だな。ユキコちゃんを話しなさい。ユキコちゃん。ユキコは父の手に戻った。この我が子も正門を怒りによって呼び覚ますのだ。正門公が怒りによって目覚めればあなたの命も消えましょう。帝都全土の命もな。なぜそれほどまでに帝都を憎む。この大地は死にかかっている。お前ら愚かなる民が奪い怪我したからだ。俺はお前らからこの神聖なる地を解き放してみせる。あなた一人でですか。決行は次の満月の夜。阻めるものなら阻んでみるがよい。ユキコ。ユキコちゃん、いけない。早く呉服を外さんとユキコの手がただれるぞ。ノーマクサマンダバザラダンカン、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 ノーマクサマンダバザラダンカン。俺が憎いか。ケイコ、俺を憎め。俺を憎め。俺を憎め。の顔は世界の五大民族の特徴が一つに合成されたものであります。まず額から目にかけてはヨーロッパ人、唇と鼻はアフリカ人、頬と耳はアジア人で、眼鏡の赤い点は人間でない人間、東洋初の人造人間です。せやけどこの姉ちゃんに一番似とるわ。ほんまや、ほんまに。お、寺田さん、元組んだりまでわざわざ。おお、西村博士。いや、完成おめでとうございます。いや、ありがとう。いや、しかしこれほど滑らかな動きができるとは。空気の防圧を使っているんです。長い間研究してきた生物の機能や気候の原理を応用したんです。学天則が怒りよる。天則に学ぶ、すなわち学天則。ほんまや、ほんまや。なるほど、それで学天則ですか。あ、ご紹介が遅れました。こちらが先日お伝えした東京地下鉄道の早川範嗣さんです。早川です。西村誠と申します。お待ちしておりました。早速ですが、先日お手紙でお願いした件は。喜んでお引き受けいたしましょうと学天則が申しております。ゆかりさん、これでおいとまいたします。お命は大切にしてください。ゆかりはあなたのお帰りをいつまでもお待ちしております。
霊力が強すぎて方向がさながらこの辺りのはずなんだが、もはやこれまでか。なんという反応だ。お、地の竜に天の竜が応えている。間違いない。ラバンの動きといい、この辺りに地脈を操る者がいる。あなたはいつもそうやってお一人で戦っていらっしゃるのね。私が何と戦うって言うんだ。私はいつも戦わない臆病者だよ。ゆかりの時もユキコの時も。お隠しになってもダメですわ。あなたが加藤と戦おうとなさらないのは、あなた自身に正門公を目覚めさせるだけの力があるからです。稽古、しばしお別れいたします。待て、私も行こう。あなたが加藤のよりわらになるようなことになれば、誰が正門公を鎮めることができましょう。稽古、無事でいてくれ。もしや加藤の手により正門公がお目覚めになった時は、その時こそあなた恩敵加藤を倒した暁には、私を本当の妻として迎えてくださいますか。戻ってまいります。ゆきこ、ゆきこ、ゆきこ。我が子よ、正門の血を引く辰宮ゆかりと帝都破壊の魔王である加藤康則の子よ、聞くがよい。お前はその血によって正門を目覚めさせるのだ。地の竜を借り、正門を目覚めさせよう。この名家者に言えんそばか、天の竜より来たれ、ご報道。
る彦よ。血脈を伝って首塚へ行くのだ。お父様。この学天則を人々の役に立つ実用ロボットにすることがお父様の願いだったんじゃありませんか。学天則はきっとみんなの期待に応えますわ。よし。お待たせしました。お願いします。ダイナマイト。はい。アズサ、いつものようにお前が操縦しなさい。私の墓を犯す者、再び我加藤康則でなり。まさかのよ、たたるがよい。忘れません。行ってまいります。まさかどこからの天命とはいえ、黒田様、私が戦うのはもはやまさかどこのためだけではありません。それじゃあ誰のために。まさかどこのご加護をいただいて、私の愛する人々のために、そして私自身のために。私自身のためとはよくぞ言いなさった、うん、血脈を我が物のように操る奴は許せん。私も風水師として
私自身のために参りましょう。坂戸公は雪子を使って目覚めつつあります。私は今から首遣い行きます。どうするつもりだ。私の血によって霊を鎮めるのです。よくぞ言ってくれた。ゆかり様は私が見守ろう。お兄様、私は雪子のところへ。ここはわしが何とかする。あんたは本堂へ。はい。このガキは。誰にも邪魔はさせん。いや、しかし、今展開すれば学天則も破壊されますぞ。やむを得ん。いや、それはいかん。西村博士、何か他の方法は。カモン。
よくぞ来た、将門巫女。ダメです、導火線が切られました。仕方がない。こういう時のために自爆装置をつけておきました。私も行きます。学天則の最後を私にも見届けさせてください。全てを土に返そうとしているのです。稽古よ、もはや手遅れだ。将門は我が子ユキコによって目覚めたぞ。嘘です。将門公の霊はまだ目覚めきっておりません。それを一番分かっているのはあなたではありませんか。何だと。ユキコちゃんはあなたには操れないのです。全然休んでいいんだ。さあ、あんた。何を恐れているのです。俺が一体何を恐れるのだ。自分で言えないのなら私が言ってあげましょう。
ユキコちゃんはあなたの子ではないということです。ユキコは俺がゆかりに施した炎王の呪法によって生まれた子だ。いえ、あの子はあなたよりもっと強い霊力の持ち主の子です。大田先生、ゆかりを頼みます。辰巳君、こっちの枯れるまで。血脈が断たれましたね。誤報がなくば我が身で地流を駆り立てるわ。オンシロダビジャエスワカ。まさかだよ。目覚めたくば、我が身を使え。お兄様。
憎むのだ。 憎め、すべてのものよ。 俺の女よ。
母様、お父様。いいですか、辰宮さん。恵子さんは勝ったのですよ。間違いなく恵子さんは勝ちました。恵子さんはご自分の体を投げ打ってあいつの怨念を解いたのです。あの人は多分菩薩です。おいとまします。あの、これからどうなさるつもりですか。故郷へ帰って風水学に磨きをかけます。しかしこの町は怨霊ばかりでなくもっと恐ろしいものが救っている。じゃあお元気で。あなたこそ。今日も雪ですな。改造か。もう一度やり直したいとは思いませんか。誰が一体これほどまでになると想像したでしょう。20年ほど前、神田明神の祭りで今は亡き森鴎外と未来帝都のパノラマという覗きからくりを見物しましたが、この現実はあんなものの比ではありませんな。この都市というやつの発展はとどまることを知らん。破壊と成長とが止めとなく繰り返され、人々の生き地を知っていく。それでも人間が集まる。もう誰の手でも止められやせんよ。日本はこれからどこへ行くんでしょうか。探しかな。観音力。恵子さんはいつの日か必ず帰っていらっしゃいますわ。
帰ろうか。